クジラジャパン PR 大使のイタリスノコです。ほえほえ、今日は前回好評いただいたクイズノックさん考案のアプリ限界しりとりをクジラに関することだけでしりとりできるのかチャレンジしたいと思います。しかも今回は素敵なゲストさんをお招きして限界しりとりで対戦したいと思います。そんな素敵なゲストとは牧野久美お姉さんです。はい、はじめまして、クジラのお姉さんこと水産系シンガーソングライター牧野久美です。よろしくお願いします。久美お姉さんは RAB の YouTube に出ていたクジラのお姉さんなんです。久美お姉さん、改めて自己紹介お願いします。はい、水産系シンガーソングライターの牧野久美と言います。クジラの歌を歌ったりとか、あとお魚とかクジラに関する勉強をしています。今日はよろしくお願いします。久美お姉さん、一緒に頑張りましょうね。ぜひ皆さんも一緒に考えてみてくださいね。あー、緊張するよ。目の5文字、目の5文字、メカム、ダメだ、クジラじゃない。とりあえず許して、明太子で許してください。ロロロロロの2文字、ロの2文字、クジラの2文字。なんか2文字って逆に難しいですね。とりあえず進まないから許してください。くで3文字ってクジラって言ういいですか。クミお姉さん、ぜひそうした方がいいと思います。じゃあクジラが出たらラッキーということで、はい、じゃあそれでいきましょう。よろしくお願いします。それでは第2回戦行ってみますか。はい、ソソの2文字が来ました。ソソイ、イの8文字以上。インダスかわいるか、インダスかわいるか、あぉイチョウハクジラ、あ、来た、イチョウハクジラ、うん、あ、ラの6文字来たから、ごめんなさい、クミお姉さん。私、知床出身だから、うん、ラウス昆布、うん、昆布、え、ダメなの、ラウス昆布、なんで、なんで認識されない、ラウス昆布ダメだ、ラジバンド、行きましょう。行ってみよう。あ、来た、リの6文字、リの6文字、リの6文字、リンボーガイ、あ、行った、イの5文字、もう時間がない、イの5文字、イシイルカ、あ、イシイルカ、ありがとう、あ、いたいた、カワイルカ、ダメだ、カの4文字、かわそう、かわそう、かわうそ、待って、クミお姉さん、あと3秒頑張って。でも見て、うん、やった、1,2,3,4,5,6 やったやった。じゃあクミお姉さん、続けて頑張りましょう。はい、みの6文字、ミンククジラ、ごめんなさい、ラだーラは、私、予習してきたから。トの8文字、あ、豊島区池袋、ロシア、ロシア式工芸とかないかな、あれ、あれ、あれ
私気は思いつかないからもういいよいいよいいよロミオとシンデレラとかにしましょうあ、それは曲だはい、というわけで今回はクミお姉さんと一緒に限界しりとりクジラバージョンに挑戦しました。クミお姉さんいかがでしたか？なんかめっちゃ難しかったんですけど、うん、あのさなこちゃんがクジラの種類が詳しくてびっくりしたのと、うん、あとなんかさっきあすごいなって思ったけど豊島区池袋普通にナチュラルになってたけどちょっとあれって思ったけど時間もったいないから突っ込まなかったんですけど豊島区池袋は寿司何枚あったから許してそれでは結果発表。今回は2対1で私の勝ちでーすイエーイ。いやー、クミお姉さんもすごかったけど結果的にやっぱり今回も私の勝ちですね。また機会があったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。これからもいろんなことに挑戦していこうと思いますので、この動画が面白いと思ったクジラ好きのあなたはチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではクジラジャパン PR 大使ニタリスノコでした。バイバーイ。